実戒より課せられし試練、キングとディアンヌはグロキシニアとドロールの姿となり3000年前のブリタニアへと送り込まれた。そこで出会ったのはメリオダスと女神族の姿をしたエリザベスだった。メリオダスたちと共に魔神族の襲撃を受ける集落へと向かうキングとディアンヌ。彼らの前に現れたのは実戒の一人、剣神のカルマディオスだった。実戒のカルマディオス、オイラたちの叶う相手じゃない。逃げよう、キング。ダメだ。逃げればそいつの開眼にかかる。絶対に逃げるな。そんなこと言ったって。オイラのディアンヌをよくも。これが妖精王本来の魔力。キング、ディアンヌ無事なの？うん、それが全然平気みたいでびっくりだよ。ヘビメタ抜きでこの防御力。戦える。今のオイラたちならいけるぞ。女神の犬どもが。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。3000年の封印により目覚めし魔神族の精鋭実戒、その支配はブリタニア全土に及び暗黒の時代が訪れた。ヨネス王国は死闘の末実戒を撃退。ブリタニア解放への反撃が始まろうとしていた。その先陣に立つのは王国が誇る伝説の騎士だ。その名も七つの大罪。ハーレクイン、目を覚ますんだ。ハーレクイン、なぜだ、まるで意識が戻らない。呼びかけても無駄っすよ。二人の魂はこの場にはないんすから。俺っちが見えるのか。同じ妖精族同士、波長が合うから見えるんすかね。君はキング君の知り合い？悪いね、二人は試練をクリアしない限りは目覚めない。映像バスキアス第二形態ガーディアンネクロシス。ディアンヌ腕は封じたよ。ギガヨーク。エビルフレン。悪く思うなカルマディオス。メリオダス様、クリッカルスター。なぜだ、己すぐに舞い戻って同胞たちを。やったのかな。ひとまず退けたってとこだろう。二人とものんきにしている場合じゃない。後ろにはまだ魔神族が。あれ、魔神族は。あの人たちには帰ってもらったわ。か、帰ってもらったって。あれだけ血走ってた魔神族をどうやって。私は少し話をしただけ。誰も心からこんな争いは望んでいないもの。エリザベス。よう、助かったぜ。おかげで全滅せずに済んだよ。バン？ん？どうしてここに？バン？誰だそれ？ああ、いや、君が僕の知り合いに似てたから。へえ、それよりあんたたち、スティグマの戦士だろ。スティグマ？女神族を柱とした巨人族、妖精族の三種族連合だろ。俺たちは妖精王の森から来たんだ。ここが魔神族の襲撃を受けてるって聞いてな。
俺たちもぜひ仲間に加えてくれないか。うん、歓迎するぜ。俺はロウ。メリオダスだ。もう治った、ありがとう。ここは危険よ、急いで私たちの拠点に戻りましょう。これが妖精王の森か。はあ、魔力の差が如実に現れてるな。自信なくしそう。あれは何？どうも今日のお前ら変だな。俺たちの拠点だろ。はっ、ねえキング、さっきの戦いが試練だったってことかな。だとしたら僕たち一応合格したんじゃない？合格なら元の場所に戻ってもおかしくないはずだよね。じゃあ試練は続行中ってこと？そう考えるのが妥当だろうね。あれはまさか女神族の新兵長か。女神族の新兵長？そうみたい。ようやくお戻りか。三人がかりで実家一匹を退けるのがやっととはな。ん？ネロバスタ、その辺にしておきなさい。この魔力、まさか。いざまずけ人間ども。このお方こそ我らが導き手、四大天使リュドシエル様だ。戦火に傷つきし我らが党を救えたのは何より、私はあなた方を歓迎しましょう。ありがとう、女神族の四大天使。ちょうどよかった、皆さんに朗報です。すべての種族が待ち望んだ聖戦の終結がやってきました。それじゃ魔人族との和平が、魔人どもを根絶する時です。聞いたか、西では反乱軍が実戒に全滅させられたとか。黒の六騎士とかいう魔人族にも相当苦戦しているって話さ。魔人どもめ、だが数じゃ我々が勝ってるんだ。魔人族なんぞ全員血祭りにあげてやろうぜ。ああ